はい、こんにちは、たけし農場です。小松菜の様子です。小松菜もね、まあそこそこ大きくはなってるんですが、この表面がなんか虫に食べられたようにね、こうゴツゴツになってしまって、ちょっとこれは食べるのは抵抗あるよねっていうことで、今まあ30センチくらいになってて、ちょうど食べ頃なんですが、もうこの小松菜に関しては収穫は放棄します。ちょっとダメでしたね。はい、多分殺虫剤1回ぐらいかければね、なんとか食べられるようになったと思うんですが、ちょっと殺虫剤をかけなかったために、虫にやられちゃいました。はい、今ね小松菜巻いてあるんで、その小松菜はねちょっと様子見ながら1回くらい殺虫剤をかけたいと思います。はい、小松菜の様子でした。で、先ほどね、小松菜が出てきませんでした。なかなか大変失礼しました。以上です。